二代目古今帝信号は、落語家、落語協会所属の新内。門、木津田。出林、芸者ワルツ。本名、内野義明。1975年6月16日生まれ、大型、双子座。埼玉県川越市出身。1998年、立正大学法学部卒業。その後職を転々とし2003年に。 初代古今帝信吾に入門し、前座名称5となる。2006年、二つ目昇進し古今帝氏、うん八を襲名。2003年入門の同期、古今帝文菊、柳屋小八、三遊帝都近、霊霊社バルコ、五代目、桂美木助、龍帝小道、古今帝小間寺、柳屋小平太、柳屋進之助との10人で、天というユニットを組んでいた。 2010年に、師匠慎吾が死去したため、六代目古今帝神、橋門下に移る。2017年9月21日、五代目、桂美木介、龍帝小道と共に、新内に昇進。同時に前師匠の名跡、慎吾を襲名し、出林も、初代慎吾夫人の勧めにより、芸者ワルツに変更した。小学5年生の時に、50メートルを5秒台で、 走ったことがある。小学6年生の時に学級委員長に立候補するも自分が入れた一票しか票が集まらなく落選する。ありがとうございます。